はい、皆さん、こんにちは。はい、本日もですね、本日この動画を撮ってるのは今現在ね、金曜日のね、夕方ぐらい、バンコク時間ですけどね、金曜日の夕方ぐらいなんですけども、やっぱり本日もね、自分の仕事とね、 YouTube の編集だとかね、そういったようなことでかなりね、うちの中でずっと仕事をしていて、まあ、いつもはごとくなんですけど、もうちょっとね、心が休まるかなと思って、いつものごとくアイスカプチーノを飲みながらですね、具体的にちょっと動画を撮っているような次第です。はい、でね、まあ、私のことはどうでもいいんですけど、今回の話題に関しては、皇后雅子様と、まあ、豊宮愛子様に関わるような話、特に豊宮愛子様の、その日本赤十字社への、ね、ご就職に関して、皇后雅子様が主導してこんなことを言っていたみたいなことをね、いやー、やっぱりね、見てこセブンなのかなっていう感じなんですけど、今週出ているね、女性セブンの記者の方々が言っているんだけど、いやーね、皇后雅子様がこんなことを言うわけないと思うんですけどね。ちょっとね、今回出ている記事に関しては、まあ、全部が全部じゃないけどね、これはおかしいんじゃないかっていう部分に関してはちょっと反論していこうかなっていうふうに思います。最後までご覧になってね。はい、でね、今言いましたように、今回のこの動画に関してはね、今週出ている女性セブン、2月15日号なんですけども、今言いましたようにね、愛子様の日赤へのご就職に関して、まあ、最終的にはね、当然その愛子様ご自身が決められたのでしょうけども、その過程として、皇后雅子様がやっぱり一般のね、社会人としての仕事をすることが大変、これからの公務に関しても役立つゆえに、働きなさいじゃないけどね、そんなことを言ったみたいなことがね、書いてあるんですよ。いやー、皇后雅子さんはそんなこと言うかね。だってこれは私の勝手な考えでね、私の想像ですけども、今回愛子様が日赤へのご就職を決めたのは、あくまでもその以前から福祉の、部分にね、ご興味があるというようなことで、自分は福祉の仕事を将来的にしたい、なおかつ日赤に関しては雅子様が名誉総裁であられる、ゆえにその公務とその日赤の仕事の両面から、特に母親であられる雅子様をね、サポートできる、だから日赤にご就職したというのが普通に思うことだろうし、私はやっぱり愛子様のご性格だとかね、私も知りませんよ、こんなこと言うのは非常にね、不尊なこと言っておりますけども、まあ、いずれにしてもね、愛子様はそういうふうに思われるんじゃないかなっていうふうに私は思いますけどね。はい、でですね、まず愛子様のご就職ということで、まずね、天皇家ご出身の方で、それこそね、研究職以外で今回のように、例えばね、事務ベースでお働きになるのかね、ちょっと業務の内容はまだね、分かりませんけども、そういったようなことで、それこそね、まあ、非常勤であったとしても会社員のような働き方をされるのは、なんと愛子様が初めてでしたかね。ちょっと私も、そこら辺はね、ちょっと勉強不足で、過去歴代のね、この天皇家にお生まれになった方、どうでしょうね、といったようなことらしいですね。はい、でですね、まあ、当然ね、そういった中で愛子さまがもし以前から噂があったようなオックスフォード大学等に留学されるということになると、まあ、海外で生活されるわけですよね。海外で生活をされると、今現在非常にね、まあ、皇位継承問題がありますけども、成年皇族がどん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 細っているといったような中で、今現在いる成年皇族の方々に負担が増すのではないか、そういったようなことも考えて愛子様はご就職されたのではないか、これはね、女性セブンが言ってる内容なんですけど、まあそういったお気持ちね、まあ多少あるかもしれませんけどね。でも私はさっき言ったようにね、その皇后雅子様をね、いろんな面でお支えできる、それがね、やっぱり一番大きいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あとはやっぱりその福祉分野に非常にご興味があるといったね、ことじゃないかなっていう気がいたしますね。はい、でね、ここまではね、まだいいんですよ、はっきり言ってね。やっぱり私が今言ったように、雅子様をね、お支えしたいといった気持ちもあったのではないか、ここら辺もね、今回の記事には書いてありますので、まだいいんです、ここまではね。問題なのはここから、で、下半分ぐらいで、特にね、黄色で書いてある通り、要は KN 庁関係者が言っているという話ですけどね、KN 庁関係者聞いたんですかね、こんなことね。で、雅子さまがね、心をなんと鬼にして働きなさいと愛子さまに対して激励されたっていうことがらしいですよ。本当みたいな感じですけどね。要は
これ書いてる内容はね、皇后雅子さまが要はですね、まあ、皇室に入られて、それまではね、当然キャリアウーマンとしてお働きになっていた。要はそのね、皇室に入られる前もね、仕事ということで、そのキャリアアップに臨まれていたような雅子さまですので、当然ですね、皇室に入られた後も皇室外交を中心にということがありましたが、まあちょっとね、口で言うのもあれですが、まあ、適応障害、まあ、帯状疱疹といったね、なおかつ KN 町の病院に入院といったような過去ありましたよね。まあ、そういったようなこともあって、まあ、そういったようなことをまた愛子さまもね、まだ小さいながら見てきたわけですね。で、そういったようなことと、やっぱり雅子さまに至っては、そういったような仕事、まあ、仕事第一とは言いませんけど、そういったようなお気持ちがあるので、これからの皇室においても、公務においてもですね、愛子さまにおいては、この社会人としての、一般的な社会人として働かれることが、今後の公務に関して役に立つのではないか。故に、愛子さまに対して、働きなさいみたいなことで激励をされたといったことらしいよ。本当かよみたいな感じですけどね。ちょっとだからね、ここら辺がね、なんかね、ちょっとまた印象操作的な感じがするんですよね。通常、今ね、いつもね、拝見させてもらってるような、皇后雅子さまのご表情だとか、あの柔らかいお優しいような皇后雅子さまがね、ご自身の一番ね、身近におられる愛子さまに対してね、働きなさいなんて激励すると思いますか？私は逆じゃないかなって思うんだけどね。逆というのは、要はやっぱり愛子さまのお気持ちを尊重されて、愛子さまに至っては、私がさっきね言ったようなことを思いになっているがゆえに、皇后雅子さま、そして天皇陛下においても、愛子さまのお気持ちをやっぱり大事になされて、天皇一家ご一家、としてね、愛子さまの日赤へのご就職を決めたのではないか。これは私の勝手な考えですけどね、私はそう思いますね。ちょっとね、皇后陛下がね、愛子さまに対してそんな激励と言ったとしてもね、働きなさいなんていう言葉は言うとはちょっと思えないんですけどね。まあここら辺がね、俗に言うのはちょっと印象操作的な、記事の内容だと思うんだよね。要は皇后雅子さまがそういったようなことを言う人だみたいな印象操作したいのかね。私はちょっとそんな風にも思いましたけどね。やっぱり見てもセブンなんでね。まあそういったの私の勝手な想像ではありますけどね。はい、そういったような中で、まあこの記事の中身としてね、まあ、日赤でね、災害について研鑽をね積まれるでしょうと、まあそうでしょうね。で、そういったの中で被災地を、例えば天皇皇后両陛下とこれから訪問されるようなご機会もあるかもしれません。そういった時に両陛下に的確な助言を出されるような場面もあるかもねということで、いや、これはもうこれでよろしいんじゃないですか。そういったようなことで、ね、何せ日赤ですから、そういったようなところで働かれるうちにね、こういった研鑽という言葉がありましたが、やっぱりその知識だとかね、被災者の方にどういう形で対応されるかということも、逆にまあね、身に染みてお感じになられるでしょうから、そういったようなことでまあね、助言というか、天皇皇后両陛下と一緒にお話になるといったようなことにはなるかもしれませんね。はい、でちょっと一体変えます。はい、といったことで、今回のね、ミテコセブン、今週の女性セブンの記事に関してね、ちょっと印象操作っぽい記事だなということで、まあね、皆さん、もしかしたらご購入されている方もあるかもしれませんしね、まだご購入されてない方は、私の今回の動画をご覧になってどう思われますかねっていう感じですよね。何回も言うけど、雅子さまがそんなね、ギャギャギャーみたいなね、言葉はね、激励だとしても言うとは思えない。しかも愛子さまに対してね、ちょっと考えづらいね。そういった観点からすると、皇后雅子さまにはこういったような一面もあるということを示したいかのごとくの印象操作ではないかなというふうに思うのは私だけでしょうかということですね。また皆さんのお気持ちとお聞かせいただければ嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。